歳以上のさ女子とさ中学校男子の感じこれもやったこの 1000m を2分でいきますと15分06秒ですがそれは無理でしょう3分でいくと16分06秒3分切るとちょうど16分を切る15分台で切るようになりましたさあ先頭は JA の安村君さあ、このあと全員一周抜いてしまいます。さあ、かなりの勢いでペースを上げております。往年は上野高校で活躍した選手であります。あと1周。さあ、先頭は吉本です。隊長が飛ばします。さあ、これで全ての選手を抜きました。全て一周抜きを達成であります2番手が今一周抜いた4566番は辻谷君にいますが彼も上野工業での活躍されています3番手が黄色いユニフォームが1次ビースの浜地君さあ2番手の争いがどうなるでしょうかさあ残り 200m いった 150m 時間15分50秒さあこれを1秒でいけば15分台出る無理でしょうねこれは今16分ちょうど1、2、3、4、5、6、7、8、9、10今ゴールさあこの風の中でその時に16分飛び出していきましたさあ2番手のまた一周さあ2番手は鶴谷から参加小林さんがより
20歳以上の女子、中学校男子の 3000m が行われます。あと4分少々でスタートをします。それでは先ほど失礼しました。中学校男子 3000m の結果をもう一度言います。先ほど出なかった人、出なかった人、もう一回言いますよ。男子結果は1回しかいません。では、結果を言います。小学校男子 3000m の決勝の結果、1着1037番杉山健一スピースト、時間5分10秒1。1着3751番北村君、大田君、山村山、山村町、時間5分12秒7。3着1173番中島君、薄毛陸上、時間5分14秒1。4着1040番安井君、西ビスト、時間5分30秒1。1着970番川島君、時間5分33秒1。6着1152番山際君、京南スポーツクラブ、時間5分44秒1。7着3752番前田君、薄毛陸上、時間5分46秒4。8着2909番柴田君、京南スポーツクラブ、時間5分59秒2。9着3750番藤田君、副山町、時間6分00秒6。10着1151番11着1159番堀君、京南スポーツクラブ、時間6分33秒。12着1156番京南スポーツクラブ、時間6分50秒4。それから6分50秒6。6分50秒6。13着1153番北島に京南スポーツクラブ、時間7分00秒4。以上が小学校男子 1500m のプレーでした。すぐに次のレースになりますので、選手たちは準備をしてください。